始まりました、少量チャンネル。今回は翔太です。りょうです。少量です。忘れてた。今回は、うん、あるゲームをしたいと思います。イエーイ。あるゲームというのは、まあ、連想ゲームなんですけれども、はい、相性チェックをしたいと思います。はいはい。今回のゲームなんですけれども、うん、それぞれに5問ずつ問題を出し合います、うん、でその問題に対しての答えが、はい、2人とも同じ答えを出せたら、うん、1ポイント。おう。もし違う答えだったら、うん、0ポイント。おう。で、10問。まあ、5問ずつなんで10問質問をして、うん、何ポイントゲットできるか。それで、うちらの、僕たちの相性チェックをしたいと思います。ははは。もう、10ポイント取れたらさ、もう、すごいよね。すごいいいね。0ポイントだったらちょっと考えるよ。そうだね。それでは、うん、やっていきたいと思います。イエーイ。はい、というわけでどっちからいく？じゃんけんしよう。先攻後攻。最初はグーじゃんけんポン。あいこでしょ、あいこでしょ。はい、じゃありょうさんから。これかな。はい。まあ、質問の内容は、うん、プライベートなことでもいいし、うん、なんか世間一般の教養とかでもいいし、うん、おお、何々といえばとかでもね、うん、オッケー。そういうのでやっていきたいと思います。というわけで、はい、どうしようかな。まずね、うん、最初だから、うん、ジャブで軽いところから。まあ僕たち、うん、東京に住んでますので、はい、東京の、うん、観光名所といえば、はあ、いろいろあるよね。いろいろあるね。世代一緒に行ったところもあるし、うん、行ってないところもあるし。観光名所だよね。観光名所。はい、決まりました。はい、できました。はい、じゃあ一斉に出す。前に出そっか。うん、はい、せーの、でん。お、浅草。おー、すごい。すごい。第一問目。イエーイ。いやー、すごい嬉しい。すごいじゃん。浅草は一緒に。なんかさ、だいぶ前さ、うん、あの時また付き合ってなかったと思うんだけどさ、うん、浅草にさ、うん、初詣の時じゃないかな。うん、うん、一緒に行って、なんだっけ、ホッピー横丁でさ、うん、うん、行ったね。なんか食べたよね、うん、あれまだ付き合ってなかったよね。付き合ってなかったかもしれない。ね、そうだよね、だいぶ前でもね、うんうん、はい、次行きたいと思います。第2問、翔ちゃん。はい、ですね、何がいいかな。じゃあ何、うん、じゃあはい、2人が出会った場所、うん、出会った場所、うん、出会った場所っていうのは初めて、うん、会った場所。会った場所。駅にしよう。駅？地名の駅。うん。はい、まあ、これでさ、違ったらさ、怒られるやつじゃない？これ。よし、じゃあ行きましょう。行きます。はーい。せーの、でん。じゃん。あー、よかったー。正解。やったそうだよね。そう。新宿駅でね。そう、新宿。待ち合わせしたんだよね。そう。もういや、懐かしいね。だいぶ前ですね。うん、うん、何年も前。はい、2つ目成功です。いや、今で2ポイント、うん、次。へえ、どうしようかな。じゃあ次は僕が行きたいと思います。はい、3問目。はい、僕が、うん、りょうが作る料理で、うん、しょうちゃんが一番好きな料理、うん。もう簡単じゃん。 OK。 もうあれしかないな。これで外れたらちょっと俺はショックだよ。はい、うん、せーの、じゃん。あー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 、まあまあいいじゃない。具体的に書いちゃった。まだ成功じゃない。成功でしょね。はい、パスタ。パスタ。まあそりゃそうだよね。
これはちょっと狙いに行った感があるな。ジェノベーゼ好き。うん、うん、はい、次じゃあ4本目。はい、次翔太。一緒に唯一登った山があります。それはどこでしょうか。その地名、あ、いや、その山を書いてください。もうこれはね、これはもう間違いないでしょ。はいはい、せーの、でじゃん。あ、すごいね、覚えてた。そりゃ覚えてるよ。てか山、うん、これしか登ってない。そうだね。いや、面白かったよね、高尾山も一緒に登って。お蕎麦食べたもんね。そうだね。うん、有名だからね。うん、僕のインスタでも多分まだ残ってると。あ、本当に？うん。ぜひ見てみてください。なんか、あれが良かった。リフト。あ、そうだね。乗ったよ。リフトが楽しかった。うん。はい。ね。次は5問目。5問目。さあ、どうしようかな。はい。今。はい。一番見たい映画。おう、ちょっと待って、二つで悩むわ。どっちかな。本当？どっちかな。まあいいや、ちょっとやってみよう。結構ね、今ね、うん、見たい映画あるもんね。うん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 、いくつかね。はいはいはい、いいよ、じゃあ行きたいと思います。はい、せーの、バーン。あー、すごい。イエーイ。さあ、ライオンキングと同じ。あー、ライオンキングもね。ライオンキングとんでさ、うん、そう、見に行きたいけど。言ってたね。そう、今これめっちゃ見に行きたい。まだ見に行けてない。成功です。 YouTube でもすごい聞いてる。うん、そうだよね。じゃあ、第6問目。はい、行きたい海外旅行の場所。あー、あー、国？国ね。今行きたい場所？そう。せーの、ベンバン、台湾。何これ？台湾。イエーイ。いやー、台湾行きたいよね。行きたいね。行きたい。言ってるね、ずっと。そう。で、今年の10月だっけ、うん、なんか台湾でさ、うん、あのレインボープライドあるんだっけ、うん、だよね。そう、うん、いや、それに行きたいんだよ ね、 ね、うん、2人でね。そうだね、行けたらいいね。そう、行けるよ、頑張ろう。頑張ろう。はい、はい、じゃあ6問目も正解です。イエーイ、はい、今のところ、うん、全問正解、うん、全問正解ってか。はいはいはい。次、7問目。結構ですね、あのバラエティ番組が好きで、うん、いろいろ録画して見てるんですけれども、うん、その中もう本当にたくさんあるんですよ。いろいろたくさんある。はい、その中で、うん、一番好きなバラエティ番組。うん、ああ、俺はちょっと何個か迷う。そっちに量に合わせよう。じゃあ、俺に合わせる。でも俺何個か迷う。まあいいや、でも。大丈夫。どっちがいい？どっちにする？量に合わせる。あ、俺の、うん、じゃあ俺の好きなやつね。そうだね、うん、バラエティ番組ね、うん、悩むな、俺でも悩むもん。はい、いきましょう。せーの、はい、あ、なんて同じ？あ、あ、そ、え、タイトル違うんだ。あ、これが正解？ちょっと調べて。うん、これね、世界行ってみたらと、その、あ、日本、日本行きたい人応援団だね。世界日本一変して。まあでも、まあ、まあ、まあでも好きなのに、好きなのにタイトルを間違えるって超失礼だよね。まあでも、はい、まあ同じような、うん、まあ正解かな。そうだね、うん、正解で。あー、イエーイ。いや、好き。なんで分かったの？多分これかな、かな。そう、めっちゃ好き。はい、というわけで次8問目いきたいと思います。はい、次は、どうしようかな。お風呂入ります。はい、お風呂入ります。一番最初に洗う場所は。あー、いいね、いい質問じゃない。いいよね。いい質問だね。うん、え、お風呂入ります。え、もう俺はここからだな。
これはちょっとね、どうだったかな、なんかどうだったかな、一緒に入った時とか。ああ、そうね、そうね。あ、覚えてないわ、意識してないわ。いいや、はいはい、いきましょう。はい、せーの、はい、あ、正解、一緒、イエーイ。頭からだよね、頭からだよね、頭、なんかさ上から綺麗にしていきたい感じ。あ、そうだよね。うん、うん、俺も頭からがあって下に下げて、うん、そうそうそう、俺もまず頭洗う。イエーイ、正解でーす。イエーイ、わ、すごいね。次、じゃあ次ね、キモめいきたいと思います。はい、最近見た YouTube で一番面白かったやつ。YouTube、うん、YouTuber さんじゃなくて、 YouTuber さん、 YouTube で面白かった YouTuber さん。はい、うん、はいはい、まあ、いろんなの見てるからね。いろいろ見てる。それぞれ好みは分かれるかもしれない。そうだね。面白かったさ、面白かった、笑えたにしよう。笑えた、笑えたね。うん、はいはい、じゃあいきたいと思います。答えはでん、でん、え、あ、キョンクマさん。キョンクマさん、イエーイ、見てるね、最近最近のもずっと見てるんだけど、うん、うん、いや、キョンクマさん以外にもね、いろいろ見てるけど、そうそう、好きだね。うん、最近ちょっと俺もハマってきたんだよね。もともと俺がそうめちゃくちゃ見てたんだけど、いや、楽しそう、楽しそうだなと思って、ね、楽しそうだね、やりたいと思って、ね、なんか村かしきって人狼ゲームとかやりたいとやりたいね、そういうの。いや、なんかすごいよね。俺運動会とかしたい。あ、運動会ね、体育館貸し切って運動会とかしたい。したいね。じゃあ10問目、10問目、次最後、次最後だよね。うん、もう翔ちゃん締めくくってよ、最後。どうしようかな。もう今まで9問中9問そうだよ、すごいすごい、もうちょっともうやらせじゃないかっていう、本当だよね、感が出てるからね、全然。うん、じゃあ10問目、はい、10問目、最後です。ででん、ちょっと難しいと思うけど、うん、2人の思い出の曲といえば、うん、はい、なんでしょう。いや、いろいろあるよね。いろいろ、うん、あると思う。うん、難しいね。うん、はいはい、オッケーです、最後ね。うん、全問正解になるか。なるかー、行きたいと思います。せーの、バーン。うわ、うわ、違う。あ、そっちか。この、あー、そっちね。そうでしょう。あー、二人で、こっちは、披露宴の時にね、歌った。まあ、披露宴よりも前もずっとカラオケで歌ってたし。あ、そうだね。一緒に歌ってたし。で、こっちは、うん、披露宴の時に、ね、オープニング動画で、使った曲。うん、うん、うん。あー。これ一緒になんかすごいその時、一緒に聴いてて、そうだね。なんかダンスの、そうだよ、練習とかもね、やってた曲だから。あ、でもさ、両方ともなんかその時に披露宴つながりだった。あ、まあそうだね。はい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 、はい、結果的に一緒だったってこと？違うか。違う。というわけで、はい、9問正解で10問中9問。9問、まあ、まあ、成績じゃない。そうじゃない。まあちょっとね、うん、あの優しい質問だったかもしれないけど ね。まあまあまあ、もしよかったら、うん、もしよかったらみんなもやってみてください。やってみてください。はい、というわけで、というわけで今回はですね、うん、その連想ゲームでうちらの相性診断をやってみました、うん、面白かった。いや、好成績だった ね。うん、はい、はい、というわけで、はい、今回の動画が気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッターもお願いします。ではまた、よーい、スタート。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Yes, holding up.